西野でーす。ナダルでーす。さあ、じゃあ、シャイロチキチャンネル。はい、今日はですね、はい、笑える不幸話。やっぱり下人というのはマイナスをね、プラスにするという、はい、不幸なことが起きても、まあ笑い話にしちゃえという、ね、それは仕事、それが仕事ですから、ね。はい。でもお前ちょっとサボりすぎちゃうか。何が？まあ、俺にあんなやっぱ考えてきてくれてたお前、うん、最初お前これほとんど髪型って書いてあるから5分ぐらいかかってこうやっていくの前考えてきてたじゃんと。いやだからほんまに考えてきてなかった。あの俺勘違いしてる、そのナダルさんの話を聞くと。なんで俺毎回俺の話ばっかストックなくなってよ。めっちゃきついやんけ。いやいや、それやっぱり企画考えてくれた、昨日俺時間なかったからやってくれてたにしてもさ、2人で話バイバイしたらええやん。俺がないのよ不幸の話あるってよお前。どんだけ幸せな人生歩んできてんねんお前。いや、じゃあ、なんで俺ばっか不幸な話だと思ってんの。すごいと思うんだよ、珍しいと思う。何がや、なんで俺ばっか不幸や。学生時代がすごい、もう宝庫やで。人の話とかもあるやん別に。俺せいやとかも入れてんの。学生時代の俺の話、何も面白くない。おもんないなお前の学生。ありえへんからなお前。タコ、中学校の頃にタコの女子連れてボーリングして負けた方が罰ゲームでキスするなんてファンタジーやでお前。現実の話せよ。はい、とりあえずこれでもやっていきますよ、ほんなら。はい、何でも好きなやつ。まあ、不幸やけども笑えるような話ね。うん、まあ、このパッと書いてもらいましたけど、はい、まあ、今まであんま話してない話ね、うん、まあ、そう、喋ってない、別に、うん、じゃあ、奈々さん、いいですか。これでもいいよ。ゆきくん友達って何ですか。これ、かわいそうですね、これ、はい、不幸というか、なんかわかるけど、雪降ったらさ、なんか積もるやん。うん。なんかかっこよくつけるやつってさ、雪積もったら。うん。俺全然雪食えるわ。って言うね。え？俺全然雪食えるけどな。うん。って言うね。いやいや雪食うもんじゃないか。いやいや全然これぐらいの雪やったら食えるな。小学校。いや別に。何？そいつの何？じゃあ。え、分からん。雪積もって言い出すのよ。うん。これぐらいで食えるなぁ、うん、で聞いてないねん別に。でなんかわかる、なんかさ一輪車というかなんか二つ取ってあってさ一個タイヤついてこうやってさ運ぶさ、うん、なんか土木作業するみたいなさ、うん、機械わかる、なんかこのカゴみたいになってるさ、その土詰めてこうやって運ぶみたいなやつ、はあ、最初にここに一輪だけついててこうやってガシャッて、ね、あーあれね、あの阪神園芸の人が使ってるような土を持って、そうそう土持ってこうやってビーって持って、はい、あの上にこんもり雪積もってんや。で別に誰もそんな食えとか言ってないで、別にな、これぐらいだったら食えるなみたいな。ちぎってんな、おったけどそういうやつ。なんやねんちょっと、これぐらいだったら全部食えるっていうね、うん、え、その持ってるやつを一かけらじゃなくて、うん、え、いやいや、うん、言ってないし、そんなこと食えない、うん、いいよ、そんな、いや全然食えるで、うん、挑戦でも言ってない、うん、食い出してた、うん、全部食わないかったけど半分ぐらい食うよって。すごいな。そうで3日ぐらい休んで、その次は3日ぐらい休んで1週間後に引っ越してそれが原因かわからないよ、もともと決まってた話なんだけどさ、完全にいなくなったね。いなくなったのよ。こんなこと俺頼んでない別に。それからちょっとしばらく来てんけど、じゃあ引っ越した、あいつユキくっていなくなったんですか。3日休んで引っ越したぞって。え、それ以来会ってない。会ってない。うわー、なんかわからない、いじめじゃないけどさ、すごいな。俺言うてないよそんなこと。食えるな食ね何もやねん。ユキ食う友達やねん。はぁ、ユキ食う友達、ユキ食って、うん、バイ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 。はい。スノーイーター。スノーイーター。スノーイーター、いやかっこよくな。スノーイーター精いっぱい。はい、もう一切現れてた、はい、現れて、雪降ってからどっか行っちゃってすごいなぁ、うん、じゃあ、せいやは何ですか。せいやもね、あの霜降りのせいやな。そうそう、物をなくすんですよ、はい、で、なくのよ、昔、はい、あのコンビニで買ったもの絶対ちょっとコンビニ行ってきますって言って、うんうん、戻ってきた。どこ行ったなんか買ってきたものとかなくしてお前、そんな距離じゃないのに、うん、なくしてんのか。おい、いやーとか言ってなくしてんの、うん、なんか、ナダル、どっか行った、うん、っていう、探しに行こうって、
ほんでコンビニがあって、ここ劇場としたコンビニで道曲がってこう食う、はいはいはい、絶対角に置いてるなあ、せいやマジそんなあるめっちゃなくしてなかった、いろんなもの、うん、チケットとかもさ、はい、ああああなくしてたし、常によな、結構常にいろんなものよう泣いてたのよ、チケットなくしてた、言うたらチケットさ売れへんかったらそれも自分で払わなかわけよ、はいはいはい、そんなんでもよう泣いてたし、はいはいはい、あれはちょっと、まあ、不幸というかね、うん、せいやはでもなんていうのその、うん、髪を折れんかったりさ2つに、うん、あでもドラマ1回見ただけで全部60分の話入ってるとか、そうそうそう、だからある部分が引いててる分だからあの、あれも泣いてたしな、確かあのバイトでさ、うん、トイレットペーパーさ三つ折りできひんからさ、うん、それ端っこ引きちぎってさ三角っぽくしてそれでそれであのしのいでたんよ、いやしのげてるか三角っぽくして言ってたね、それで泣いてたし、でも不幸じゃん、そうね、うん、あじゃあ同期つながりでそういう人の不幸でもいいんか、思い出した、うん、平井くんの話あるわ、平井くん、ははは、男性ブランコの平井くんと初めて、ガガガスペシャルはははロックバンドね、うん、パンクロックの、はいはいはい、に僕が20歳やったかな、うん、で平井くんが23とか4かな、うんうんうん、でそんぐらいの時に初めてのガガガスペシャルのライブやって、今でも忘れん、もうめちゃくちゃ三宮かな、うん、のライブハウスでぎゅうぎゅうも熱血な、もうすごいんや、すごい勢いが、めっちゃ盛り上がるんや、うん、でいざーみたいな、コサック前田さんがさらーさらーさらーの卒業っていう曲やねんけど、もううわーみたいな、で俺らもすごいなーみたいな、でこうやって聞いてたらもうめっちゃ盛り上がるところにもうわーってダイブすんねんか、もうテンション上がって、で誰が、お客さんが、うん、でうわーみたいな流れていくみたいな、すごいな、流れていく、どういうこと、でお客さんの上をもうウェーブダイブして、それをお客さんがもう転がしていく、そうそうそう、うわーって警備員の人がこうやってもう大変やみたいな感じで下ろす、あ下ろすんや、でもぎゅうぎゅうでもうもうすごいな、うわ、男の人も女の人も関係なく、うん、もうだいぶ前からコロナもなかったしね、うわーって言って、うわーあこんなんも無理や俺らはみたいな、もう全然初心者やしライブ、うわーって言ってたら平井くんがひょいってこうやってどういうことなんか大柄の男、大柄の男ひょいってもうちょっとえっって言ってうえーいや違う違う、お前あのゴーレムみたいなとこその主みたいなとこ、そいつがこうやってこうやってこうやってあのドンキーコングよ、ダイブドンキーコング、人を投げて上に投げてくるってこと、なんかこの自分のめっちゃ怖いんだけど、視界に入ったやつをダイブさせに行くみたいなやつがゴーレムがおって、そこの視界に平井くんが入ってもらってひょいっと平井くんここにポーチもうポーチに財布持ってて、ここ財布だけはって言うのでこうコロ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 って平井くん平井くん警備員さんの人もこうなんか細いの来たみたいなすごいゴーレムに巻き込まれたっていう、巻き込まれたんや、めちゃくちゃ笑ったけどな、もうそれも一発もんで戻ってくれるの、それはえ、それもう戻ってこないの、そっからもうどっか行って、うん、ほんでなんかめちゃめちゃ遅かって帰りが、大丈夫だったっつったら吐いてたっつってトイレでそのまま寄ったとこのマーサイで、まあでも戻ってこれてからずっと見れんねん、戻ってこれてからずっと見れて、もうでもぐっちゃぐちゃやった、ほんまにそのゴーレムに いかに見つからんようにするかって、うん、俺らもえ見つかったらもう一回行かれる、もう一回行かれる、もう何回も行ってる人いるから、まあ先行った先行ったで先行った、やめて、先ってもうおおって感じ、先行ったからとか言ってそいつがもう主みたいな、あもろ、いやめちゃめちゃガガガ不幸すぎるな、これは平井くん不幸だったな、楽しくない、履いてんねやろ、だっていやめっちゃおもろかったけどな、まあね、うん、懐かしいですね、もう10年前ぐらいね、すごいね、はい、じゃあ続いてこれ気になるな、大蔵じいさんとガン、これ知らん、これ何、大蔵じいさんとガンって知らん、なんかさおじいさんがさ、頭のいいガンっていう鳥がおんねんけど、うん、そいつと対戦するみたいな、小学校の時国語の本で俺習ってんけど、ガンっていう鳥、鳥、ガンっていう鳥なんですけど、これね、なんか
小学校の時なかったな、ここの本さ、1話読み終わったらみんなで感想文みたいな感じでさ、あそれがうまいこと書けた人がさ、なんか学級新聞載るみたいな、うんうん、で学級新聞載って、やった載ったみたいな、俺はそういうのめっちゃ喜ぶタイプやって、うん、学級新聞なかなか載らへんかったから、文章力あんまなかったから、うん、で、あの載ったら俺めちゃめちゃ喜んで、次の学級会の時俺これ言われると思って、うん、配られた瞬間に、やったって、俺載ってると思って、お俺乗ってる俺乗ってる俺乗ってるみたいな、小学校の時おうで、ちょっと 見とくよみたいな、うん、俺乗ってるから嬉しいねバックアップしとってほんなら先生が入ってきて、はい、じゃあ授業始めますってはい、大豆おじさんとかみんなに呼んでもらってみんなに感想文書いてもらいましたから俺ちょっとバックアップしとって、うん、はい、お願いしましたで、みんなにあの感想文書いてもらってこれをピックアップしたんですけどもみたいなこの中で一人だけ的外れなことを書いてる人いますえ俺やったさせやみんなにあんだけ乗ってるぞ、うん、教えてたね大統領さんこんなこと思うかなみんな思いませんとか言ってもう潰し合うみたいな俺だけ多分一人何年生の時小5もうきつい恥ずかしくてくっくっさこいつもこっち変わるやつだけどなんていう絶対褒められない基本的に、うんうん、こんなそうこうやねみたいなこと言われるのに一人だけずれたこと書いてる人いますみたいな、うん、で俺そのなんかわかんない大統領さんのガンがそのうまいこと知恵絞ってやってるみたいな感じなのに、うん、俺はなんかそのなんていうガンは好きなのにやっぱ野生やからそんな読めないですよねみたいなことを書いてて、うん、まあまあちょっと的外れ読めないですガンのその野生動物の動きなんて分かるわけないしみたいなことを書いてたなんかそんなこと文章書いてあるかみたいなことをバリ詰められてすいませんでしたこっち俺さ小学校のそれめっちゃきついのよ絶対褒められると思ってワクワクしてみんな自慢してさ、うん、振ってるようなもんや、はいはいはい、今やったらお笑いとして別にええけどさこん時ってさ俺めっちゃショックやってその、うん、やって俺だった俺だったとか言ってさこん中で来た時変なこと書いてるし今そのちゃん言われてめっちゃ辛かったこれあめっちゃなるほどな。そうそういや嬉しいことやから、はいはいはい、この中で一人だけ変なこと書いてるやついますってそんな愛であると思って小5の時はそんなんトラウマなのトラウマだったわ、うん、これ先生に怒られたって言うと俺もあるわ、うん、ねおもちゃかって言われたことあってけどおもちゃか、うん、中2やな、うん、中2の時俺を、まあ、グループやってんけどそのめちゃくちゃ論文の厚さんみたいなやつおって、うん、その全てのなんていうの操作してるみたいなでモニタリングとかもうまいやん厚さんみたいなめっちゃ一番悪いのになぜか怒られへんやつみたいなで運動神経も良くてもうみんなのリーダーみたいなでそいつが涼太郎って名前に知ってるね涼太郎くんがもうゲームをやるのよもう授業中に手紙とか回して、今急に規制を上げて立ち上がったら40ポイントでそれでみんながそれを見てうわ40もらえんねやみたいなじゃあやろうかなみたいで俺がその規制走って立ち上がった40ポイントをやったんよわーみたいなほんなら先生も何しとんねん西野みたいななんだけどもう男子グループの大受けみたいな受けるのがめっちゃ快感やったからとりあえず受けたいっていうのでポイントもらえるじゃんポイントも西野めっちゃ強いなみたいなそれだけで40ポイントやろそうで授業中急にお腹痛いといいトイレに行くと思いきや校庭を走り回るっていうのが120ポイントやってこれ取りたいってもうかかってもうてるから中2でちょっと先生お腹痛いですって雨の日の校庭行って犬来たみたいなほんならでちょ先生西野がとか涼太郎がって先生こうやってなしゃらーんとか言ってでこう走り回って120ポイントで男子、女子からは120ポイントゲットしてたらどんだけのも失うのよいやいやだからもうその時もう何にも女子から嫌われてもだから彼女おったのかなその時彼女おるしとか思ってて別にどうでもええとか、ね、変に尖っててで男子からはもうおもろすぎるみたいなでなんかそういうのが快感やって一回その今でもですね吉沢先生っていう体育の先生めっちゃ男前の西野と来いって言われて体育倉庫に呼び出されてお前は涼太郎のおもちゃか自分の意思で動け何をポイントもらってなんか変な妨害してんねんって他に勉強したいがおるやろみたいなええ感じせって言われて先生のお金何ポイントいやポイント出ちゃうん
さすがに俺もすいませんみたいな申し訳ございませんでしたみたいな、めっちゃ謝って怒られたわみたいな、両太郎に言ったら美味しいな待ってとか言って、めっちゃ怒られて、でお前なんて言ったんだよ、いや俺はほんまにもう二度と次集会、あの体育館で集会あるから二度ともうはちゃんと、話も聞いてもう過ごしますみたいな、二度としませんって言ったみたいな、これめっちゃおもろい展開になってる今最低やな、振りに振ってると陽太郎ほんまに、で俺ももうなるほどなって、どこが陽太郎やな、こう振りとボケを俺陽太郎が教わってるからで今めっちゃ二度としませんっていう振りができてるから絶対次はあのポイント稼ぎ時やみたいなんで、でみんなもたかってくんねんか、え西野が怒られたらしいみたいな、で西野が怒られてじゃあ次どうするみたいな、であんだけ二度とふざけないって言ったのに5分間立ち続けるっていうのやってんか、そのみんな着席してくださいって言われてから、はいでは座ってくださいって言ってみんなで言ってんのに俺だけふって立ってて、西野西野お前ほんまさっき怒ったこと西野もう男子だけ笑ってる、もう女子とかは何してんのみたいな、当たり前やろ、でもそれでそっからそのもうみんなももうもうえってみたいなやつで、女子とか男子も一部やから、そのおもろがってるので俺はもうウケてるウケてるって思いながら、お前さ先生の気持ち何にも伝ってない、でなんかあれになったんかな、一回親呼び出されてそれもうちょっと履き違いすぎやみたいんで怒られてクラス替えになってん、中3で、うん、そっからなくなったけど、うん、友達のおばちゃんはなんかちょっとねもうかわいそうな話ってパーソナルなんやけど、うん、なんか走り屋みたいなおばちゃんおってさ、はあ、めっちゃスピードだそうおばちゃん、走り屋系やねんで、ワゴンあるとかやねんけど、うん、めっちゃ飛ばせねん、うん、いけるっしょみたいな感じでカーブとか、うんうん、である日飛ばしすぎてカーブ曲がりきれてて脱輪してそのまま崖川に落ちて、いやいやいや助かったら全然大丈夫よ、びっくりした、うん、生きてるよ、笑われへん小話からやってことやってことだと思ってたし、いやいやいや不幸やね、男女走り屋のおばちゃんっていうのがようわからなくて、俺走り屋のイニシャルO みたいな、イニシャル O インジャー D ではなく頭文字おばちゃん、おばちゃんで思い出した俺もね、もうえってお前ほんま自分で考えてこいや、さっきのおもちゃかの話、いろんなこと思い出しやがって、ちょっとあのおばちゃんね、何やねお前不幸な話でも高校の時に俺の家がこう言ったらこういう道路があって、そこをチャリンコでパーって出て左に曲がって学校行くっていうやつやってんけど、ある日パーって言ってたらうーんってバイクに引かれてんやんか、誰にしろバーンって、チャリで、え、チャリで、俺チャリ、向こうおばちゃんの原付、あーダーンみたいな、で、吹っ飛んだ、あーって言ったのどっち、え、おばちゃんで、吹っ飛んだ、吹っ飛んだの、で、奇跡的に何の怪我もなかったんや、でも、チャリンコがもうグニャーみたいな、でーみたいな、で、どこ見てんのーって言われて、あんたどこの高校だって言われて、すいません、どこどこの高校ですみたいな、ほんまに今回だけは見逃したるけど、いい加減しやーって言われて、すいませんでしたーって言われて、うーんこれ俺が悪い、思いっきり引かれて、2メーターぐらい吹っ飛んで、でも俺、やばいことしてもうたって思ってんか、なんか不注意じゃないけど俺のほんまにもうそういうさ、普通に走る道とかお前いきなり飛び出してきたみたいなこと、いやもう普通に出たの、まあ言うたら徐行せなあかんと思うね、そこそのなんか狭い、別に大通りでもないし、ちょっと川沿いの道やし、キャーッとえがしーって俺笑うえ、それどうなん、あれあほんまに空港通…確実に言われると思うで、やっぱで、お金はええわって言われて、今回は今回はお金ええわって言われて、黙っといたるとか言って、黙うんやけど、わからんで、いい感じでほんま、黙っといてるからな、うん、助かったって言ってたもん、いや
で俺分からん勢いでなんとかなるからってやってたその時16、17とかで分からんくて、いやそれはだってもうおばあちゃん悪いやろ。で野球部やから問題起こしたら甲子園出られへんとかあったから、なんかうわーってなっちゃって、いや絶対それ普通強い方が悪いもん。そうやんな、車とかもちょっとチャリンコぶつかってきた人も結構車あるかでするから。そうやんな、うん、あん時の何やってんっていう、ごめんなさいごめんなさい、俺がじゃあ正しかったよこれ、うん、過去バイクの西野の勝ちで書いてた。はい、南條さんはタートルネックは、タートルネックは、タートルネック、あの皆川ネイビーダフル皆川とちょっと揉めまして、ライブで、はい、タートルネック似合ってないって言われて、お客さんがいやーみたいな、その通りやみたいな、タートルネック俺が着てるからなかなか着たくても着れへんみたいなのもあるみたいで、うんうんうん、俺が着てるせいでタートルネック着れへんって人もおったんよね、うん、タートルネック似合ってないからもうやめた方がええでみたいな、じゃあ分かりました脱ぎますよっつって、あのいつもの分かりました 3XL の肌着、うん、肌着姿、ほんならとんでもない悲鳴上がった。二人でおらへんぐらい悲鳴上がった。いやエグかったよな、うん、あのいやーペラペラ、あれ久々に会うんだ。いや俺も間近で聞いたけど、マジでもううんこ漏らしたぐらいのえぐい悲鳴。そうそう、うん、あのな、俺中学校の時120思い出したもんね。かけるね、人数分ぐらいに悲鳴上がった。でも MC のサコリチさんがジャニーズじゃないんだからってこう黄色い声援と勘違いしてたっていう、ちょっとあれって思ったとこあったけど、引っかかる。いやいや黄色い声援ちゃうねんっていう。ちょっとちょっとその裏のサコリッチさんツッコミよう間違うから。いや言うな、そうサコリッチさんめっちゃね面白い方で、いめっちゃいじられキャラなんですけど、南條さんね、あ南條さん末広がりずの南條さん、はい、まあ、こう単純にあの飛行機に乗り遅れまくりあの帰りの飛行機なんですけど、なんか分からへんねんけど検査場に入らず待つんかめっちゃ不思議よなあの人、うん、よう分からへんねん、あの検査場に入る前になんかしばらくゆっくりしてキースで検査場に入られへんかったっていうのが何回もあるな。まあラーメン福岡やからラーメンだけ食べようと思ってラーメン待ってたら検査場の時間過ぎてたんでしょ。ちょ意味わかんない。検査場入っても別に帰るし食えるとかないんか。これなんかは南條さん、南條さんは多いねそういうの、うん、エロ本はなんですか。エロ本はなんかもうこれ別に大したことじゃないねんけど、うん、なんか友達とその山遊びに行くときに、普段は山なんかで遊びたくないっていう真面目な優等生の友達でおって、で、あのエロ本あるらしいって言ったらついてきてんの、うん、え山で誰かがエロ本捨ててるらしいって噂聞いたら、まあ行こうそういうさ、カッコつけ友達多いよな。いや、カッコつけて俺ユキ食えんでとかその基本ポケットに手突っ込んでるタイプのカッコつけて言うか、なんていうその、みんな行くみたいな、全然山行かへんのにただエロ本だけ、エロ本の話聞いた瞬間にあのついてきて、そのままなんかね、あの沼みたいなのがハマって、うん、でおばあちゃん教育ママやからめっちゃ怒られるみたいな、泣き叫びながら、うん、それを聞いて聞こえた。そっち系のやつ絶対どっか行くな。絶好した、絶好しさせられたというか、あそれを機にそうそうエロ本のせいでさ、あなるほどね、うん、であとエロ DVD はこれ俺罠にはめられたんかほんまにたまたまやった話だけど、友達ん家にから遊ぼうって約束したの全然来へんが行ったのよ、ね、友達寝てんのかなってこっそり脅かしたると思ってカチャって鍵開けてゆっくり入ってん、うん、ほんだらなんかみたいな、えなんじゃこれと思って、うん、なんやと思ったらエロ DVD がかかってた部屋 で、うん、で友達が見てんのかと思ったら夜勤明けのおっちゃんがエロ DVD 見ながら寝落ちしてたってしかもその結構ガテン系というかさ角刈りのさ気まず角刈りのさ、うん、あのおっさんというか角刈りのおっさんやけど、その見てた DVD の内容がさ、なんていうのなんか分からん、なんとせるせよって気色悪いと、めっちゃ気まずいね、気色悪いと思って、友達のお父さんやな、そうそうそう、で寝落ちしてんねんけど、かっこ悪いやで、うん、めちゃめちゃかっこ悪いミルクを、宇都宮さんのところちゃうでランドセルセットが小学滑り台で滑って何これってちょっと待ってこれも不幸やろ不幸でもないし、笑えへんじゃんえ、なんでその、あの大人や、小学生じゃないよ、小学生みたいな格好してる、あ、なるほどでも、気色悪くない、格好悪いやで、格好悪いやからとか別にじゃあどういうこと、どういう DVD、ジャンル何それ、じゃあほんでそこからなんかでその最初エロ DVD は思わへんかったんやけど、おじさんがどこ行くの
おじゃすじゃすなんか明らかに小学生じゃない女の子がランドセル背負って言ってるけど、おじさんのどっか行くの？そうやって言ってどういうこと、どういうこと、俺が勝手に侵入しちゃったのか、でも友達が誘い込んだのか分からないけど、ね、っていう話かくれんぼしてて、友達とかくれんぼしてて、小学校1年これ最後ね、小学校1年生か2年生ぐらいの時に、で、もういいよみたいな、で、家に隠れるみたいな、で、わーみたいな、家探してみたいな、で、バーって2階上がって、めっちゃこの押し入れの中に隠れてて、全然俺見つからなかったよ、めちゃめちゃ隠れてると思って、優勝やと思って、なんかいつまで経っても、誰も見つけに来おへんと思って、あれって思ってたら、なんか知らん声聞こえてきて、家からなんか知らん人の家ずっとって前もう、飯くれやん、やばって思って、やばじゃないの、うわ、知らん人の家、隣の知らん人の家来ちゃったと思って、鍵開いてて、なんか玄関とかもで、めっちゃ忍び足で階段を降りてすいません、お邪魔しましたってはい、まあ、不幸のね、話、まあ、笑える不幸の話ですんで、まあ、芸人やってたら ね、マイナスをプラスに変えれるんで、笑はい、ぜひぜひ皆さんも、はい、この動画見て私のマイナスプラスに変えれるなと思いながら寝てください。ありがとうございました。はい、じゃあ。